はい、おはようございます。炭酸生態のアンジェです。今日も動画を見ていただき本当にありがとうございます。今回もですね、炭酸生態の効果実証済みのコンテンツを新たに提供していきたいと思います。はい、今日はですね、肘の痛みを取る30秒セルフケアということでお伝えしたいと思います。これですね、僕のところに来られる方にもお伝えしてますし、こうやってですね、動画でですね、配信するとですね、あなたが肘でね、肘の痛みでですね、悩んでたら、もしかしたら改善するかもしれないと思ってですね、今回動画上げていきたいと思うんですけども、肘の痛みっていうのはですね、基本ですね、この手首の骨とこの肘の骨のこの開きとか、筋肉のねじれとかよくある問題なんです。それをですね、30秒で緩和させて肘の動きを見ていくっていう、ケアをですね、やっていきたいと思います。今ですね、あなたが肘が痛かったらですね、こう動かして違和感とかあったらですね、ちょっと見といてほしいと思います。そしたらですね、今から肘のケアをやっていきますので、場所をですね、ちょっと移していきたいと思います。それじゃあ行きます。はい、そういうことですね。どういうことかわからないんですけども、フォローカップをしたんですけどね、肘が痛いときのね、セルフケアを今からやっていきたいと思います。はい、ですね、ちょっと衣装のチョイスミスです。はい、肘なのにこれ着ちゃいました。でですね、先ほども動画で言いましたけど、肘が痛いときっていうのはね、この手首の方と肘の方のこの骨が開きやすいんですね。開いてる傾向にあります。これをですね、抑えながら、どっちが動きやすいかっていうのをやってもらうんですね。で、その時に、使うのが、じゃん、炭酸スプレー。はい、ドラえもんのように言いましたけども、で、この手首からですね、シューッと腕、ね、全体に、3プッシュぐらいでですね、全体で満遍なくかかるようにしてもらっていいかなと思います。それで、まず上から上の手首を押さえながら軽く押さえて、痛気持ちいい程度です。ポイントはこの圧っていうのがですね、ポイントでして、ギューッと押しすぎたらですね、痛みがあったらちょっとこう気持ち悪い、気分が悪い、不愉快とかあるかもしれないんで、ある程度程よい圧で、あ、これぐらいならいいかなっていうぐらいでこう曲げてください。曲げる。ここであまり変化がなければ、次こっちの方ですね。こっちの肘に近い方をぐーっと押さえてあげて、でこの時も、筋肉をねじりながら、どっちかにねじって、心地いい方でですね、やってほしいと思います。なるべくならですね、外に向いた方が、結構ですね、痛みが和らぐ方が多いです。なぜならですね、体って、こう内に巻く癖があるんですね。手もこう巻く癖があるんで、なるべく外に向けてあげてやる方が やっていただくと効果が出やすいです。でここでやるとですね、肘の動きがですね、スムーズになります。こっちも、力加減は程よい心地いい圧で押す力ね、圧でやってください。これはですね、今みたいにこう1回2回とかやっていくだけですね、こう筋肉がですね、柔らかくなってきて、肘の動きがスムーズになってくると思います。僕こうやったら今完全に右の方が楽ですね。こっちはめちゃめちゃ楽です。ってことで、せっかくなんでこっちもやります。ジュッジュッ。僕もね、先日までちょっと首が痛かったんですけど、これ僕炭酸生態のね、先生に、中野先生という方に針の治療をしてもらったりしたんですけど、だいぶそれで首の状態良くなったんですけど、また受けに行くんですけど、だいぶですね、腕の状態も張ってたんで、こういうセルフケアをしております。だいぶ、いいですね。はい、おお、だいぶ感じとしていいですね。これですね、実際ですね、肘の痛い方、デスクワークしている方にも多いと思うんですよ。肘を曲げたままカチ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 ってやってるとですね、どんどん筋肉がこういう感じになって、肩が猫背になる、ね、パソコンを見てるから猫背になるから、猫背になるからこうなりやすいです。こうです。こうなってくるとですね、背中も肩甲骨が広がって、肘も曲がって、もうこれダメダメな姿勢になっちゃうんで、横髪だとこんな感じなんです。こうやってあまりじゃない、かなり悪い姿勢なんで、それを改善するのも、この肘の痛みから出てる原因もあるんですよ。で、これも肩こりとかですね、そういう状態にも、陥る傾向がありますので注意してください。そしたらですね、またですね、次回、
セルフケアでお会いしましょう。それではさよなら。今日もですね、最後まで動画を見ていただき本当にありがとうございました。今回の動画がですね、良かったとかためになったっていう、思われた方は、いいねのボタンをお願いしたいと思います。まだですね、たくさんのですね、有益な情報を配信していますので、こちらの方にですね、登録ボタンを用意しておりますので、ぜひですね、登録をしてください。よろしくお願いします。ではまたお会いしましょう。さよなら。